夜ガラス。ストーリー、中山幸子。出演、地引き号。夜ガラスは、ゴイサギだということを、僕は図鑑で知った。祖母のいる田舎の家で、ホタルを追っていると、暗闇の向こうで、奇妙な声が聞こえることがあった。祖母はそれを、夜ガラスという鳥だと僕に教え、僕は、その不吉な名前に怯えた。夜ガラスは、ゴイサギだ。知ってしまえば怖がる理由もないと父は言って、僕に鳥の図鑑をくれた。僕はその年の夏休みのほとんどを祖母の家で暮らしていた。父は仕事で忙しかったし、母は滑らかな皮膚と黒い髪を持っていたけれど、この星の人ではなく、明らかに去年より凶暴だった。小学校の学年が上がるにつれて、母は僕を攻撃するようになっていた。学校で国語や理科の時間を終えて、放課後に鉄棒を3回ほど回って家に帰ると、水を一杯飲まないうちに、母の手が僕を掴んだ。頭を撫でる代わりに髪を引っ張り、抱き寄せる代わりに突き飛ばし、平手で打った。理不尽な言葉を吐き出しては、投げつけてきた。僕は、母に打たれる原因が、どうしてもわからなかった。どんな僕になったら、母の攻撃が止むのかが、わからなかった。母の暴力は日課になり、僕を痛めつけた。母は僕の敵だった。敵だと思うことで、僕は自分を強くしていられた。それでももしかしたら、と僕は考えたことがある。母の生まれた星では、こうして子供を可愛がるのかもしれない。それから、慌ててそんな考えをやめた。敵の事情を知ることは、自分を弱くすることになる。宇宙人の図鑑がどこにもなくてよかった。僕が小学生だったその年の夏、さらさらと流れる川の音を伴奏に、朝は鳥が鳴き、昼間は虫の声が聞こえ、夜は蛍が飛ぶ、単純な時間の区切りの中で、僕は、久しぶりに子供らしい日々を過ごしていた。電話さえ、めったに鳴ることがなかった。そこに、父が来た。父は、母が星に帰ることになったと僕に言った。数日後、母が来た。母は僕の知らない人たちと一緒に来て、僕を見るなり、飛びかかろうとした。それから無理やり車に乗せられて、おーん、おーんと、奇妙な泣き声を上げながら、去っていった。その晩、僕がホタルを見に行くと、田んぼに夜ガラスがいた。図鑑によると、夜ガラスはゴイサギで、ゴイサギは灰色の翼を畳んで、田んぼの杭に止まっていた。近づいても、逃げようとせず、片方の目で僕を長い間睨み、それから、勝ち誇った声で一度だけ泣くと、バサバサと大きな羽音を残して、暗い空に飛んだ。ゴイサギは、やっぱり夜ガラスだと、僕は思った。図鑑でどれだけ知識を得ても、どんな名前で呼んでも、夜ガラスはやっぱり夜ガラスで、
夜ガラスの目は最後に母を見た。僕の目に似ている気がした。